はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい、えー、爆速でね、福袋ガチャ解説していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、えー、今日はね、12月31日、大晦日の日ですが、さあ、皆さんね、あと1日で今年がね、終わってしまいます。まあ、正直、あと半日もないですけどね。はい。ということで、福袋ガチャが来ましたので、こちらの、えー、まあ今、今年の、まあ、評価というか、まあ、そういうところ、ちょっとね、特徴的なところもね、今年、またあるみたいなんで、ちょっとね、見ていこうかなと思います。よろしくお願いします。 はい、ということで、早速ね、えー、下のバナーの方にも出てますが、この福袋ガチャ、さあ、中身をね、しっかりと見ていきたいと思うんですが、はい、なんか日本代表とかもあるね。うん、あとはね、多分まあ予想通り、まあ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 、まあ、って感じかな。うーん、まあ正直ね、まあ、<laughs> まあどうすかね。まあでも、まあ中身見てみないと分かんないんで、ちょっと見ていきましょう。はい、ということで、 さあ、えー、福袋ガチャね。はい、えー、開催します。ということで、はい、本日から、えっと、1月の多分十何日ぐらいまであるんじゃないかな。何日まであるんですかね。ちょっと待ってね。15までですね。はい。15までか。お まあ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 。これちょっと後で話します。<laughs> ということで。はい。1月15日までね、開催ということで、えー、登場しております。こちらの福袋ガチャ。まあ当然ね、あのスペシャルワークにね、まあ中村俊介選手のピックアップとかもね、やっぱり入ってきてましたね。ということで、まあチャンスあるんじゃないかなと思いますね。うん。で、まあピックアップもね、これどうなんだろうね。10、20、30。ちょっと高い気がするけどね。 多分去年20統一とかやなかったっけな 10, ?10 とか30まであったかなタイムスリップの方ね。スターの方は多分ピック増えてんじゃないかなこれ。5%が2回。10%2 回。おまあ、結構チャンスあるそうですね、はい。ということで、まあ見ていきたいんですが、まあ確率とかね、ちょっと後で見ていきましょうね。はい。で、まずはやっぱりね、ここね、毎回1000スロット強化ソックス台掛け45でしたね。50じゃなかったね。45ということは、まあ執と変わんないですかね。 44だったんでね。まあ1増えましたということで。な50で良かったんじゃないかと思うけどね。うん、45でしたね。はい。で、さらに1週目の11回目で、グローリースパイク金ね。まあこれも例年ですけれども、1週引き切ると、まあスパイク金がもらえますよというところと、1週目の5回目は、お気に入りクラブのグレード85条ガチャ券。まあこれも昨年同様ですかね。はい。お気に入り券のピッ、まあ、ところもありましたね。はい。で、1週目7回目がサッカー日本代表第1弾ガチャ券かけ1。第2弾かけ1が、これ9回目ね。 で、11回目がグレード85以上マジスティックガチャ券かけ1うん。で、2周目以降の1から7回目はお気に入りクラブグレード85以上ガチャ券。はい、これいいですね。はい。で、9回目がえグレード89条のフォーカスプレイ8段。で、11回目がグレード89以上のマジスティックガチャ券。はい、なるほどですね。うん。で、まあ、あとはね、中村俊輔選手の TS ピックが入ってますと。これが1周目のね、えー、あっち、2周目のとこかな、スターの方はね。 4回目と8回目かな、2周目以降ね、はい、ピックアップ入っていますので、まあ、特定の回数まで引き切ると、まあ、ここの TSS のチャンスもしっかりと入ってくるかなと思います。はいということで、じゃあね、福袋ガチャの詳細なんですけれども、これも毎回ね、ソックスは触れましたので、省きます。で、1週目の1回目のおまけが、お気に入りクラブグレード70以上ガチャ券と、グローリースパイク同 ×1。で、2回目ね、ここがお気に入りクラブのグレード75以上ガチャ券。はい。 いいですねで3回目、えー、グレード85以上確率30%マジスティックガチャ券 ×1 でグローリースパイク同2です、ね、う ×24 回目、お気に入りクラブグレード75以上ガチャ券がおまけで5回目、えー、お気に入りクラブグレード85以上ガチャ券いいですねはいグローリースパイク銅 ×16 回目、えー、お気に入りクラブのグレード80以上ガチャ券7回目、サッカー日本代表第1弾ガチャ券と、えー、銀スパイク1つ、銅スパイク1つ 8回目、お気に入りクラブのグレード80以上ガチャ券。9回目、サッカー日本代表第2弾ガチャ券と、グローリースパイク同かけ ×1 で。10回目、お気に入りクラブグレード75以上ガチャ券。で、最後ですね、1周目のね、ここ11回目が、えグレード85以上のマジェスティックガチャ券と、えー、グローリースパイク金かき1銀かき1というね、ことになってます。はい、ということで、おそらくですけど、これ、ざっと見た感じ、グローリースパイクの数減ってるんじゃないかな。うん。 なんか減ってそうだけど,、ね、1どうだけでも減ってんじゃない ?2、3、4、5、6。うん、減ってるね、明らかにね。うん、減ってますね、これ。わはめちゃくちゃ減ってない前に10個ぐらいあったと思うけどね。で、銀は銀が ?1、2か。2。これも1個減ってんじゃないかなで、金は減ってないね。うん。で、正直な感想ね。まあ、ここまで見て。 まあ正直な感想。もうこれ昨年とかと比べての、まあ、感想とかも全て込みで話すと、ちょっとしょぼく見えるね。うん。ちょっとなんかしょぼいんじゃないかなと思います。っていうのも、なんでかっていうと、まあそもそもこれ、あのー、まあお気に入りクラブ券のおまけとかいいんですけど、これなんか異様に多くて、うん、なんかもっとね、限定特化したまあ例えば1周目からフォーカス八段のピックとか来るかなと思ってたんですけど、来ないし、 うん。だからどっちかというとなんかちょっとお気に入りクラブに寄った感じなんで別にこれは悪いことではないんだけれども、まあその限定欲しかった人からするとちょっと、あらっていう感じかな。うん。だからまあ昨年に比べるとちょっと限定を、に特化したような感じはしなくて、まあ普通に、うん、お気に入りクラブの、まあ結構特化したのが強めな感じに見えますね。はい。なので、まあそこをどう見るかっていうのもちょっと、 うん今回のまあ評価に入ってくるかなっていう感じですね。ただまあ、もらえるものは悪くないと思います。ただちょっとなんか、うん、減ってるような気がするね。スパイク類ね。はい。でソックスさんは当然ね、去年に比べて5個増えてます。ということで、まあ、ここはプラスになってるので悪くないかなと思います。はい、じゃ次2周目ね。ここが、えー、1回目からお気に入りクラブグレード85条ガチャ券と、えー、グローリースパイク同 ×1。いいですね。はい。 で2回目お気に入りクラブのグレード75以上ガチャ券で3回目サッカー日本代表第1弾のガチャ券とグローリースパイク同一1で4回目がお気に入りクラブグレード75以上ガチャ券で5回目がサッカー日本代表第2弾ガチャ券と、えー、同スパイクけ1 6回目がお気に入りクラブグレード85以上あごめん80以上ガチャ券で7回目がお気に入りクラブグレード85以上ガチャ券とグローリースパイク同け1で8回目、お気に入りクラブグレード80以上ガチャ券 で9回目、えー、グレード89以上のフォーカストプレイヤー第8弾のガチャ券と、えー、同スパイクかけ ×1 で。10回目がお気に入りクラブグレード80以上ガチャ券。で11回目最後が、えー、グレード89以上のマジスティックガチャ券とグローリースパイク銀かけ ×1 ですね。はい。となっておりますと。まあ、2周目のピックは結構ね、お気に入りクラブグレード85以上ガチャ券かけ ×2 とか、まあ、80以上も、ね、2個あったり、75以上も2個かな。80以上は3個あるね。うん。 でまあ結構、やっぱお気に入りが強めに見えるまあ日本代表権とかも、ね、当然1段2段入ってきてますがこれもグレードピックあったらちょっと面白かったかなと思いましたけどねうんこれねまあサッカー日本代表権がついてますがなかなかこの件から89以上引けるのはちょっと難しいんでねでしかも、多分結構福袋しっかり回す人からすると日本代表の1段2段のピックアップって結構強いとこあったんですよねガチャ実はね。 だからそういうところを結構通ってきてる人からしたらそんなにうまくないんだよね多分ね。だからこれ入れるぐらいだったら多分まだ限定券とか、それだったらもうお気に入りクラブ券バンバン増やしてもらった方がみたいな <laughs>、なんか感じはするんですよね。うん。だから評価がちょっと難しいかな。でもまあ普段のガチャよりは強いのは間違いないかなというのも、まあこの2週目の、まあこういったおまけとかからもまあ十分ね感じることができるんじゃないかなとは思います。 はい、ということで、であとはですね、まあ、ここですよね、まあ、タイムスリップのピックアップついてますので、これしっかりと見た上で、ぜひね、はいえー、ここはちゃんと検討して、えー、どこまで行くか考えてみてください。で、えー、っとあとは、あごめん、こっからかな。スペシャルアークのこっからね、はいまあ、グレード確定している分がご覧の通りとなってますので、 はいここも参考にしてください。まあ、中村俊輔選手のピックアップ結構あるんで、まあ、1周目の4回目ぐらいからねタイムスリップ以上とかだったらピックあったりするので、ちょっと確率はねまた細かく見ていこうと思いますが、まあ、おそらくいつも通りの確率だと思うんで、基本タイムスリップ以上って出たら、まあ、タイムスリップの確率は上がるんだけども、スターとかには影響ないみたいなね、まあ、そんな感じかなと思います。まあ、逆を返せば、まあ、スターの確率10%になっても5%になっても、まあ、そもそもタイムスリップの出現確率は変わらないんじゃないかなというのが、まあ、見立てではありますが、 はいまあしっかりと見ていきましょうということで、じゃあ、ガチャ確率見ていきますか。さあ、どうでしょうね。ピックはちょっと多分ね、あれだけどね、多分マジスティックは引きやすくなってるね。うん、でこれ、基本確率がタイムスリップが0.393、スターが0.0.7、レギュラーが90.5、フォーカストプレイ第8弾が3%パ、マジスティック4.5%、コモンが1.6%ということで、まあ、 そうですね、マジスティック1.5倍の補正かかってるけど他は何も変わってない、まあ、スタンダードガチャと全く一緒と。で、まあ、レギュラーは、ねそのまあ、マジスティック増えた分によってちょっと低くなってるかなという感じですね。はい、ということでこんな感じのデフォルトになってまして、でまあ、そのピックアップがねそれぞれ噛んでるところが結構あるのでそこの確率というのはちょっと気になるんじゃないかなと思うんですが、まあ、一つ言っとくとね福袋っておまけ兼結構目当てのガチャになるので中身というよりはね、あんまりこ中身もねそんなに変わってないと思うんだよね。例えば うーんと、じゃあ、例えばね、まあ、さっきのタイムスリップのピックとか見てみると、えっと、ここかな。まあ、これちょうどね、ここの上だけでも分かりますけど、まあ、これ見た感じ、さっきの説明通りね。これ、タイムスリップが10%になってるんで、タイムスリップのその10%に足りなかった分が全部乗ってて、かつ、まあ、スタートが顧問には全く影響ないというの分かりますかね。通常確率と一緒なので、タイムスリップ系の、まあ、基本的な上乗せに関しては、こういった感じかなと。 思いますね。はい。で、特に、まあ、ピックアップがあるわけじゃないんでね、ほぼね、まあ、85以上とか一応あるかもしんないけど、そんなにね、まあ、いつも見てるぐらいの確率なんで、あんまりガチャ確率興味ある人、今回いないかなうーん。まあ、いないかなどうだろうね。うん。<laughs> あんまりかなそれどこでしたっけ ?85 以上ピックアップ。あれ ?1 周目の3回目とかやったっけ 5回目とかやったったけ違うね。あれ、どこだ ?4 回目はこれだって、あれだってね、タイムスリップピックよね。そうよね。あれ、どこでしたっけグレード85以上確定役ないんかなあれなかったっけもうちょっと後ろやったっけな。1周目の、えーと、あれ、ないね。あれあったよね、さっきね。 あれ <laughs> あれなあったよねあー、ごめん、間違えた。えー、2回目か。<laughs> 中短パンところで。2回目か。なるほど、なるほど。2回目か。でね、一つね、言いかけたことがあるんですよ。1月15日までっていうのは、まあ、そう、当然そうなんですよ。中村俊介選手の提供の,あの日数が15日までなんで、15で切れるんですけれども、 おそらくね、フォーカスはね、違ったんじゃないかな。15までじゃないよね。15までかな、ね、フォーカスって。えー、っと、ちょっと待ってね。もう一つちょっとね、気になったこと。まあ、確率とか云々よりもちょっと大事なことがありそうな気がしたので。そうなんですよね。これ19までなんだよね。で、15で切れるんですよ。福袋が。で、15日っていうのは多分、ま、あその、ね、ま、あ当然、あの、ちょっと待ってね。 えっと、カレンダー的に見ると、月曜日ですよね。で、19が金曜日なんだよね。で、おそらくですけど、この服、えー、まあ、福袋、今回ね、15までになりますけれども、まあ、19が更新なんですよ。ね、限定ね。うん、19が更新で、かつ、このね、正月、この、まあ、言ったら、ね、迎春キャンペーンっていうのが結構長くて、まあ、言ったらこれ、コインとか見てもらったらわかるんですけど、まあ、コイン交換所だけども、1月末までパンパンあるんですよ。 ということは、これ1月末まであるんだけど19が更新だとしたらおそらく19からのイベントもこれコイン関わるんだよねということは多分二26までコインイベントあるんですよということはこれ次のフォーカス・ド・プレイヤー第8弾が更新来るんだけれどもそこも一応ね、あの迎春期間なんだよねで、これ何が言いたいかというとまあその当然今回は中村俊介選手のこのまあ TS の期限に応じて15で終わるんだけれどもこれそもそも1回で終わるのかなっていう話なんですよね うん、だからこれ2回目来るんじゃないかなっていう。で、2回目来た時に何が起こるかっていうと、もう日本代表とか中村俊輔選手のピックとかなしで、まあ今回の、まあ、マジスティックとか、あのまあ、フォーカス系とかにもうちょっとプッシュしたような、ピックアップしたような、まあ特にね、このなんていうかな、うんと、まあその新登場するフォーカスプレーヤーのね、まあフォーカスプレーヤーっていうか、第8弾と入れ替わりのやつね、の限定プラス、 まあ、マジスティックになってくるんだけれども、このちょうど、この、まあ、言ったらマジスティックから見ても、結構佳境の時期に入りますよね。26までとかになってくると。まあ、26で終わるか分かんない。31ぐらいまでガチャあるかもしれないけど、まあ、次の更新まであると3日経てると、見日てるとですよ、もう1発あるんじゃないかなって、そもそも福袋ね。うん。 な,なんか、周年の時とかもそうでしたけど、なんかそんな感じしますよね。正直これ2回目あるんじゃないかなっていう。マジスティックちなみにいつまででしたっけ ?30 かまあ30までの福袋とか来るんじゃないかなっていうね。まあちょっとなんかそんな匂いもしますけれども、それを見た上で、まあ今回このおまけに関しての評価としては、まあ別に悪くはないと思います。当然普通のガチャよりも全然いいし、まあ当然ソックス45っていうところが来てるんですが、 日本代表にちょっと興味ないなとか、まあ、そもそも T.S. 俊介はもういいなっていうところに人に関しては、ちょっと後ろに含み持たせても面白いかもしれないね。うん、で、その新限定に期待しているとか、もしかしたら新限定がまあトップスコアーとか、まあ、これからそのシーズン系の限定とか来るんだったら、まあ、例えばシーズンフォーカース来るとかね。まあ、結構そういった、なんていうかな、結構、まあ、厚い限定というかね、うん、結構そのボリューミーな限定というか、まあ、結構ね、優秀な、まあ、言ったら23シーズン活躍した選手が出やすい限定とか、 まあ、そういった限定が来る可能性も一応ないとは言えないので、まあ、それを含めた上で、ここ回すかどうか検討してもいいんじゃないかなと、個人的には思いました。そこがちょっと気になるかなって、日程的にね、うん。なんかもうワンチャンスありそうだなっていう、まあ、周年のね、あのー、ことも考えると、周年3回ありましたからね、福袋ね。まあ、ただ、期間的に3回はないと思うんで、まあ、2回ぐらいあってもいいんじゃないかなっていうところは一つあるので、 まあ今回そこで多分ですけど、それの関係で多分日本代表入れたんじゃないかなと個人的には思います。ちょっとしつこいなっていう感じも正直あるんですけど、まあなんでまた出してくるんだろうっていうのは多分そこにあるんじゃないかなと読んでおきます。なので、まあ今回の福袋、特に日本代表とか中村俊介選手の TS とか、まあ当然マジェスティックとか、まあフォーカスはちょっと2周までいかないとなかなか厳しいので、フォーカスとプレイヤー第8弾はちょっとあれですけど、 まあでもお気に入りクラブ券とか結構ついてくるんで、そこに関してね、結構価値を生み出せる人はぜひね、チャレンジしてもいいんじゃないかなと。で、まあ少なからずともおまけで、ね、残るものはあるんですが、たださっき言った通りソックスは多分、あ、ソックスでね、スパイクは多分ね、明らかに減ってます。特に銅の、銅の個数多分半分ぐらいなってるんじゃないかな。まあ6割、7割ぐらい、3割ぐらいカットされてるんじゃないかっていうね、まあ今不景気なんでね。 あの, <laughs> そあの、スパイク不景気だと思うんであの、なかなかね、ちょっと最近、あのね、物価が上がってるんでね、はい、なかなか、ちょっとスパイクね、生産、あのね、多分コストが上がってるんでね、はい、まあそういうことじゃないかなと、まあ冗談ですけどね、はい、言っときまして、まあそこを見た上でね、まあどうするかしっかりね、判断して引いてみてください。 まあ当然ね、おまけはね、裏切らないというところがあるんですけど、はい、特にお気に入りクラブ券価値見いだせる人はぜひね、チャレンジ、このタイミング行っていいんじゃないかなと。まあね、えー、ちなみに、まあ、刻んで引くのも結構ありなんですけど、個人的にはこのピックアップの仕方だったら、まあ、1周目引き切らなくても、まあ、例えば5回目のね、グレード85以上のお気に入りで、ね、やめるとか、まあ、なんなら1回だけ引いてやめるとか、まあ2回目ぐらいまで引いといてやめるとか、まあ、全然、あの、1回1回引くことの価値というのは、普通のガチャよりも、まあ、当然あるので、 まあ別にどこで刻んでもいいと思うんですけど、はい、しっかりと、えー、自身のね、まあ結構バモもも,らバモももらえますからね、まあ今日から100バも配りましたけど、あと残り900バもかな、あるので、まあパネストに使ってもいいと思うし、うん。まあ当然ね、この後に来るね、まあ、オスとか、まあそういうところに焦点ね、絞ってる人もいると思うんで、まあぜひね、えー、しっかりと場も、えー、ね、管理考えた上で、ぜひね、チャレンジしてみてください。では今回の、えー、福袋の評価動画は以上となります。 まあ評価としてはね、まあそうね、5点評価で言うと、うん、まあ福袋の期待値考えるとまあ4ぐらいかなっていう感じですかね。はいということで、えー、ぜひね皆さんチャレンジしてみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。